ちょっと気になる年末からのですね、はい、気になるスペシャルウィークのプレゼント、全曜日の応募者数が出揃いました。よっしゃ、はい、1位狙えるぞ。月曜日が3975通、これはもうお伝えしてます、うん、はい、で火曜日は、5680通。頑張ったよ。篠崎愛千鳥大悟の添い寝随記、久松いくみのサドル天狗、そしてロンドンブーツで出しました毛ガニパンティデラックス、このなんかめでたい ね、枯れてましたね、毛ガニパンティデラックスの時は量産ね、この時にちょっと調子乗っちゃった。違う違う、浮かれてないよ。金出すんだから。浮かれてない。違いますか。金出すんだから浮かれてないよ。さあ、気になるのは木曜日と金曜日なんですけども、うん、はい、ここに、あ、水曜日と木曜日。木曜日。水曜日と木曜日の、票数がこの封筒の中に。まあ、ビリはないですもんね。ビリはない。罰ゲームなし。でも1位があるという。ご褒美。うん、これどうします、水曜から見るか木曜から見るか、メンバーどうでしたか、木曜日が、木曜日が、TKO さんでしたっけ、小葉さん、城島さん、あ、城島さんか、島さんか、うん、城島さん、 AKB やったの、次回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 、でもなんかめちゃくちゃなんであげなきゃいけないねみたいな、そうそう、乗り気じゃなかったありましたよ、乗り気じゃなかったらしい、そう、乗り気がないもん、木曜から見る、はい、木曜には勝ってるだろうってことでしょ、そういう、俺も木曜日には勝ってると思うんだよな、一応なんかやる気ない風のことでしたけどね、やる気ない感じ、え、水曜日から、中盤にですか、水曜日から見る、あ、なんかあんの、あれ、水曜日負けてんのかな、なんか嫌だよな、順番に見ます、水曜日の、はい、スペシャルウィーク応募総数表、はい、こちら5565、ちょっとギリギリ、危ない危ない危ない、勝ったよ、だけどいい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 い、あれ水曜日に勝ったんだったらもういけんじゃねえの、もういけるでしょ、うん、いけますね、木曜日柏木やる気ないっつってたもんね、こちら木曜日、うん、柏木ゆきに勝ったよ、木曜日やる気ないっつって、すごいよでしょ、え、5045、何、どういうこと、5万5000、え、城島さん、5万5000、これなんかシステムエラーかでしょ、なんか、え、嘘でしょ、何何何、5500じゃない、え、なんで桁口が、木曜日マイケルジャクソンが出てる、え、マイケルジャクソンなの、手袋以外、え、あ、青井翔太さんっていう人がすごいんや、青井翔太さん、誰ですか、どなた、声優さん、青井翔太さん、男の声優さん、青井翔太さんが、何出したの、何出したんでしたっけ、喉かなんか、喉かなんか、声帯、声帯を、声優の声帯だったらもう命だよ、青井翔太さんのスマホケースですって、スマホケース、うわー、声優ってすごいんや、いやすごい、すげえ、やっぱ声優すげえな、レベルが違うな、誰の声してるんですか、青井翔太さん、どういう、なんだろう、何の声優さん、ラブライブとかやってるの、イケメン戦国、やっぱそういうイケメン戦国やってる、イケメン戦国、待って誰、もしそうだったらそういうのすごいな、秀吉ではないよね、恋しちゃう、恋しちゃう、やばいよ、ちょっと送らんかったらな、でも顔かっこいいの、かっこいい、青井翔太くん、ちょっと切れ長な感じで、ね、ね、女の子みたい、歌、歌の歌の歌っていうアニメの声を担当してる青井翔太さん、え、今ってもうアイドルとかジャニーズより声優が人気ある、声優さんことだね、うん、だって昨日も声優総選挙みたいな番組でやってて、山ちゃんが1位だったよね、山寺さんうちのレギュラーにできないですか、だってもう5万勝てないですもんね、5万、いやいやそうだよ、いい勝負全然できてないじゃん、今度からもう青井くんを抜きにしてもらいたい、確かに、そうすごいな、このうちの5万票が青井くんなんだ、すげえな、すごい強い、すごいすごい、そういうの、でも葵さん抜いても僅差ってことですよ、葵くんがいなかったら5045だから、葵の気でちょうどいいぐらいなんですよ、強い、葵さんは葵翔太くん抜きでお願いしたい、それかうちに山寺さんを入れてもそれしかないな、それしかないね、それしかない、声優総選挙第1位だから、声優さんすごいな、やっぱすごい、どん
ですよ。やばくない。はい。いやー、今度も、コードさん、これ、次回こういうのやるときには、うん、声優さんを一人、助っ人で入れてもいいですか？そういうことにしましょう。これだって曜日勝負できないですよね、今後ね。ねえ、葵くん抜きっていうのもね、葵くん気悪いでしょうから、うん、この助っ人声優を呼んでくるっていう。こっちが呼んでもいい。スペシャルウィークの時に。俺も声優やってましたから。あ、そうですか。何人か知り合いますから。うん、おぉ、すごい。誰だ人気あるの？人気あるの？女の子ですよ、今。ですよね。ラブライブとか。ラブライブ人気ですね。男の人でいいんじゃん。すっげえかっこいい人。男の人。うん、でも人気ある人いるよね、結構。信長呼んでほしいよな、お城。やばいな、それは。イケメン戦国。イケメン戦国の秀吉？秀吉か。でも見ない方がいいかもよ。うん、いや、え？うん、だ意外とそう見たら、でも正宗かな、正宗、山寺さんの可能性ある。いろんなのやってるから。山寺さんすごいんや。すごいやったーマンで一人16役したんですね。すやったーマンのアニメ映画で一人16役。すごい、山寺さん全部違う。すごいね、映画もめっちゃやってる。あの人なんだっけ、お姉の人。お姉とは言ってないのか。タッチの三谷さん、三谷裕司さん。いや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 、お姉の人。お姉っぽい人。お姉っぽい人。お姉っぽい人。三谷さん。人気声優の宮野守さん。あ、宮野守くん。そうですよね。一緒にやってたから。男前ですか？男前。めちゃくちゃ。宮野くんすごいですね。完全他力本願。宮野俺ら5000やもんな。もうレギュラーにしたらいいんじゃないですか。もう今からレギュラーにね。宮野くんね。めっちゃいい声だから、でも。宮野くん。素敵な声。いろいろね。ウソップの声の人の知り合いだよ。ワンピース。ワンピース。いいんじゃないですか。多分、でも、イケメン戦国の正宗役やってた。そうそう、山口勝平さん。ですよね。ただでも、会わない方がいいと思うけど。違う違う、正宗の人、一緒にラジオやってたと思うんだよね。ああ、お城が。そう、加藤和樹さん。加藤和樹さん。やってた、一緒に。加藤和樹君って、役者の人。そうそうそう。イケメン？めっちゃイケメン。めちゃくちゃイケメンで、正宗の声やってるんで。イケメン戦国一応死んで喋るの？知らんねん、誰もイケメン戦国って。いやいや、めっちゃ人気なんですよ。アニメのアニメなの。アニメなのね。今年です、やばい。そう、やばい。ということで、残念ながら、勝負は10倍以上。マジで勝ったお姉さん。すげえな。そうなんだ。こんなに差がつくんだ。何やったんやろ。